お元気ですか、ボクシミです。今回は鶏肉の中華風炒めを作りました。ピーマンと玉ねぎを使ってね、豆板醤と甜麺醤、ケチャップで味付けしました。で、本当は紹興酒使いたかったけどなかったので日本酒で、代用しました。ご飯はですね、炊き込みご飯したんですが、味付けが薄かったですので普通のご飯として食べていきたいと思います。お酒は焼酎のサイダー割りでいきたいと思っております。はい、今日はね、告知は特に何もございません。またね、いつも通り夕飯動画を出していきますのでよろしくお願いいたします。ただですね、11月のね、最終週にはね、なんか一つね、あげていきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。あとは特にございません。まあ、カップラーメン動画もね、何を出そうか今ね、悩んでおりますけどね、またね、見つけ次第ね、やっていきますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。